山博のピカイチラジオ」。 ラジオお聞きの皆さんこんばんは大丈夫ですかごめんごめんいやこの本番が始まる直前に日曜日のラジオの番組のこの番宣のどなりがあったんで日曜日のねラジオもいいですけれどもこの「ピカイチラジオ」も始まりましたよって言おうと思ってて頭の中がまとまらんかったからラジオお聞きの皆さんかこんに」って言いかけて「こんに」って言いかけて「ば」なのか「ば」「ばんは」 多少ちょっとね、不定さんとこもありましたけどね。今日もにぎにぎしくお伝えしていきたいと思います。山広です。よし、また新劇のすっちです。n B. S. アナウンサーの古川恵子です。はい、今日もおなじみの三人で。おなじみですね。はい、えっと、阪神の試合が今日、はの、移動日ということで、ええ、ないと。よし、今日は、野球がないので、通常の時間からスタート。10時に始まると。思いきや、スタッフから。いや、オリックス日本ハム。やありますか野球の試合があるから。

いつも、この時間帯は週刊誌をみんな読み漁ってますよね。ほんでなんやかんやね。いろいろね。ちっちゃいのがいいとか、大きいのがいいとか、いろいろ。まあ、何が大きい、ちっちゃいとが言ってない。言っませんから、わかると思うけど。うだ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 、過ごしてる時間なんですが、今日はもう本番に突入しております。ええ、何の話からしようかな。あのね、スッチはい。ええ。 ぷいぷいを今させていただいてるじゃないですか古川さんも木曜日一緒に出演させてもらってるんですけど毎日「昨夜のシンデレラ」っていうコーナーがあるで、はい、でそれは夜な夜なこう街を徘徊している酔っ払いのサラリーマンとか年齢層さまざまですけど、はい、インタビューして「良、はいな良、まあ、いな」いなってね調子のいいお話を聞かせてもらえるんです、はい、その「昨夜のシンデレラの」はい、その昨日の放送文で。はいはい 出てきましたでこの「ピカイチラジオ」の山本社交クラブを地で行くような話がなえあれでそんなんスパーって喋りはったん言うねいやまあ最初は普通に2人組だったんですでクラブの先輩後輩かな大学の軽音楽部でジャズをずっとやってた人の2人や年齢は50代半ばぐらいでしたね男女ですか男2人先輩後輩なんです半年にに回ぐらいはこうやって飲みね まあ機嫌を喋ってて今日もこれからジャズ喫茶行くんやって言ってて言わんでもええこと相手が言うわけは酔っ払ってるからこいつだとか言って暴露ですねそしたらその後輩の方が軽音楽部の同窓会で再会した後輩の女の人といい仲になって男の人は離婚してんてええー その辺の関係性は全部言わへんででも聞いてたらわかんないけど聞いてたらへえでその先輩の方からすると「んなもんな」って「あれやで」って「後い」でも「なもおばあやん」「かわらしい女の子ちゃうやん別に」とかって若い女の子ちゃうやん別言うてんねんもう先輩やし言うてんねそれでも先輩のそこの優しいのは「それでもなこいつにとったらな青春やねん」ってはあ でもその後輩は終始も笑顔やってね,ね嬉しそうでしたね嬉しそうやったいやでも喋れるということですもんね要はもうきっちりとちゃんと、はい、きっちりとしてるから離婚をされて,いて、はい、新たにというお付き合いをしてるんでいやだからほんま同窓会って怖いですまあある意味ね、うん、<laughs> いや僕らからしたら男の意見からするとちょっとそういうのもあるんちゃうのっていうね、はいはい おおいおい同窓会ってなんかあるんちゃうかやけど逆で言うたら奥さんが同窓会行ってそういうことがあるということですもんねああもうそれはそうですよもう同窓会に向けてエステ行き美容院行きお洋服何着ようかおいら本、うん、気やなそれいやだってあのー、そ,うそうですよそうですよねえ布川さんとね土屋香織さんの話でもねやっぱりそのいくつになってもねえ、はい じゃないですかそうなんです土屋かおり女だったじゃないですか十9でねねえ生き生きとしてましたよむしろねえそう思ったら一般の方の同窓会ってすごい危険だなというかそうですよマリオさんは行ってらっしゃいって笑いながら送り出しててもやね「たことあるから非常き生きのいや怖っ <laughs> まあ怖いとするのか <laughs>、うん、まあそういうこともありやと考えるのかまあねその「こいつにとっては青春やねん」っていうのが、うん、なんていうんですかねやっぱその一夜でバッとこうその時代に戻るというかね二、うん、人の気持ちが、うん、そうですねほんでお互いにもうええ大人になってえっ、ね、ちょっとその「いけないんだなこれは」とか思いながらってなると、うん、そはまた興奮度が違いますもんそうでしょ だから山本社交クラブのこの金曜日の夜の深い時間のこの10分15分のコーナーだけじゃなくってそれを地で行く話が世の中には5万とあって昨夜のシンデレラに出てくるといやもう今度から昨夜のシンデレラのディレクターに言ってちょっとそんな話があったらどういう経緯かというのはちゃんと聞いとこうと現実が一番ねエロスですよ。そうです、ね ほんまにだからもうね AV であるとか作られたものってもうやれテクニックだの派手さだのを求めて、はいはい、もう今すごい乱れてますよでも結局僕見ててなんか違うな違いますか特にこのラジオが始まってからは思うようになったんですよこのラジオが始まってからはい結局は山本社交クラブなんですよ、うんね、だからそこに至るまでの思いであるとか、うん、それぞれのも るドラマ、はいね、ストーリーがちゃんとしてない AV って面白くないんですよ面白くない面白くない <laughs> だから <laughs> もうそれまでのそのそこに至るまでのストーリーを見てしまうというか<ー>だからね、うん、これもちょっと本番前に言ってたことで何でもかんでも喋るようで、はい、ほんま申し訳ないんだけど、はい、<laughs> 例えばそういうねビデオ関係ね、はい、あのレンタルビデオ屋さん行って昔を借りましたわ、はいはい もすいません山本博之関西テレビアナウンサーでも行くんですかあのねはいそれやっぱり会員証作ってねでこれお金出すからって言ったらそれは貸すでしょはい借りますよ山本博之って出すんですか上には違うビデオ置いてるもうそれが一番かっこ悪いですよ小さと問いのベルトポンとこかんと健全なやつ置いてクションノンフィクションとか置いて一番下にね ノンンフィクショととか行くいやもうあいつバレバレやんと <laughs>、うん、絶対そのノンフィクション見えへんやんって思われるんですよだからちょっとだけエロい V シネマともうもろのやつと行くんですよ <laughs> なるほどねもう傾向は決めとくわけ、はい、そっち側にーターゲットんならあこの人は、うん 暴力とエロスを今日は見たいんだなとみたいな感じになるんです今言われたってもうやってしまうてんねよ。もう何年も前に何年も前にそれ失敗してしもってんね気をつけてくださいまあそれ借りる内容もですねもうおっしゃる通りですわやっぱりねそんなねもうすぐなんかそう男と女がどの子ののとかストーリー性をもっと重視せよとねでもんか夏の暑い時にねあせっかきながらっていう それこそがエルシズムの原点だとちょっと古めかしいカーテンがなびいててねセット自体がね昭和の香りがして昭和の香りそれじゃないともうねもうなんやテクニックや企画に走らんと原点に戻ってくださいよそうですそうですそういうね日常の中でいろんなことがね起きてますんではてます <laughs> ざっくりまとめまビデオだけじゃなくて <laughs>、はい、現実のせそうそう世界の中でそういうことも起きてるんだなという、うん、ちょっと私は期待感も持ってますので、うん、すごくなんか幸せな例ですよね、うん、幸せな例ですよ、うん、だから山本社交クラブにこう投稿しようかなどうしようかないやもう私やめとこうと思ってる人も。うん 思い切って送ってきていただきたいなというふうに思いますところで座長になりたいんやどうでございましたかもう大盛況でございましてもうほにあのまあ言い方悪いかもしれないですけど好き放題やらせていただきましてああいうのって通常のその新喜劇でやるのとはもうまた全然感覚が違うものそうですねやっぱりの話の作り方も誰に気を使うわけでもなくあの やりたいことを、あのー、普段ではあの2割ぐらいしかでけへんことをふわっとやってまあ本公演でそれができないですけどもまあ根本こんなことしたいんですよというまあ言ったら、えっと、仕事ではあるんやけどもちろんプロやから、はい、仕事ではあるんやけれどもその中の自分のうそうですね押し出したい部分をね、はい、強く、あのー、ちょっとレールからそれたりとか<ー>、はい、もうしながらはい。 力加減も普段よりかはそのね。 あんまり暴れすぎてもあかんじゃないですかお昼は年配のお客さんもいますし若い子もいますしちょうどええこらえを狙っていかんとダメですけどもう初回からバンバンこう攻めていくみたいないいですねそういう刺激がないとね生活の中でね私もまあ音楽好きなのでギター弾いてますけど明日の明日からいよいよ「祝春一番2014」が服部緑地の野外音楽堂で始まりま日間行わんますに。 月かと私明日3日の土曜日舞台で歌わせていただきますすごいですねいろいろやりますね結構楽しみなんですよね失敗もしますけどね恥もかくんですけどね明日も天気がいいのでもしよければ足を運んでいただけたらとすごいですねいいうに思ますさあ <laughs> はいこの音が鳴りますとこのコーナー始まりの合図でございますーのこれどやねん吉本新喜劇の次期座長候補スッチーさんが「これどやねん」と疑問に思っていることをリスナーの皆様に問いかけようと <laughs> さあ、はいまあ、今日の「これどやねん」は何でしょうか<日>の <laughs> あのねもう なんていうか好きにさしてよっていうことなんですけどねあの僕タバスコめっちゃ好きなんですよ何にでもバータバスコかけるんですよ何にでもかけるのまあ何にでも言い過ぎました刑事ですやん今の目何にでもかドキッとしました今飲もうとしてさコーヒーバッと置いて何にでもか鳥知らんみたい いやまあ、確かにあかけないもんもあるんですけど、ええ、そのちょっとねかけるものにはねかなりの量いってしまうんですよね例えばどのぐらいどんなもんにかけるんですかちょっとな「何してんの?」って言われたのは僕カップヌードルのシーフードあるじゃないですか、うんはいはい、あれにタバスコかけるの好きなんですねもうほぼ色変わってますわえー、そんなに、はい、じゃあ、はい、1> 1滴二滴じゃないの違います違います赤くなるぐらいうわ、はい、数えたことないな えっと、あの瓶ありますよね一番ちっちゃい瓶が、はい、あれがど,どのぐらいなくなるぐらいかけるの序盤やったらあの細いじゃないですか序盤の,あの細いところは,はほぼなくなるんちゃうかなえー、えー、それは10滴はいってる10滴以上いきますねへえ<ー>でなんばグランド花月でねあのよくお昼ご飯で僕中央軒っていう、うん、あの中華料理屋さんのオムライスを頼むんですよ、うん でそこのオムライスにもまずケチャップかかってるんですけど、うん、さらにあの冷蔵庫からケチャップ持ってきてかけて、うん、マヨネーズもっぺんかけて、うん、マヨネーズもかけるはいウスターソースかけてウスターソースもかけるで最後の締めにタバスコわーかけるでえで、ー、もう何味かわからへんケチャップですか <laughs> <って S 1> 皆さん言うんですよ,よ、はい、ほんでねいやそんなんな作ってはる人のとかね <laughs> いやいやそれシェフが見たら 腹立つでとか周りで見てる人もなんか「おいかけすぎや」とか言うんですけどええよ別にねっいやそっちが食べるもんにはええと思うよ俺はそうなんですよこれね例えば誰かが食べてるもんに「タバスコうまいねかけてみや」ってわかけたらこれはダメやと思うんですけど自分で食べるもんをわかけて何でちょっと「おいおいおい」とか言うてくるんですよねみんな言いますね言うでしょ10滴以上やから言うでしょ でも僕ね一味とか七味好きな方いるじゃないですかい時その女の子女子高生が自分の一味や七味を持ってもう何にでもかけてたじゃないですかあれ見ても僕は全然あ好きなんだなと思えるんですけどうわーとか言う人おるじゃないですかひょっとしたらスッチがタバスコかけたから考え事してんのかってそれで十0滴20滴いってんのかってそっおいおいおい大丈夫かお前」って言うぐらいのぼーっとしてるとぼーっとしてる いや僕完全に見てますよ <laughs> だって相手はタバスコやで <laughs> タバスコなんか23滴チュンチュンって落とすだけでもピもうリッピリしますねリピリでねピリピリですけど酸っぱさ酸味ね酸味を僕はね楽しんでいただきたいんですよ <laughs> いただきたいですか酸味楽しめますかそれ10滴十何滴でかけて楽し,ますしびれて分からなくなりそうですけどね、うん 書いてあったんですよあの<何>のタバスコというのはもう上,上質って書いてあたかな、うん、要は唐辛子、うん、塩そしてビネガー、うん、この単純なこのあれですけどもすごくいい感じみたいなことが書いてあったんですよ <laughs> <お>何今の説明 <laughs> それ見て何やろあの文章にちょっと心持ってかれたみたいなあ<ー>そうなんや何やったら僕の中では酸っぱさってあんまり。 イメージなかったんですよ、うん、あそうかそうか塩も入ってるし酸っぱいんだと思って味わうようになったら美味しいなってなってきて、うん、で生ガキにも僕タバスコかけます美味<う>しいですそれも一滴二滴の話ですけどね,ねこれがね結構いっちゃうんですよね例えば生ガキ一個に対して何滴ぐらいいきますかっていうぐらいの。<laughs> <あ>イチゴジャフですかっていうぐらいカのよブーンとそれはね、はい、それは大丈夫僕は大丈夫なんですよただ次の日お尻熱いですよわかる、うん、そうやと思うそれも多分ひっくるめてかもしれないそこまで入る時の楽しみ出る時のこの苦しみ <laughs> 苦しみまで苦しみもちょっとなんかあ これこれこれれがええやんあセットなんやそこまでセットなんかもしんないです他のタバスコ以外の香辛料で、はいえー、韓国の唐辛子やとかそういうのも濃いのが辛いのが好きそんなにじゃあのその辺はそんな好きじゃないんですよタバスコだけタバスコあとはねあのあれあれ麻婆豆腐に入ってのは山椒ですかそうですね花に胡しの塩みたいなの書くあのね <laughs> しあの四川料理ですよねうん、うん、本場の四川のその山椒ですか、うん、がめっちゃ好きですん一遍食べさせてもらった時にもう舌完全にしびれるんですよもう一口食べたらベロが麻痺するぐらいビリビリってなって、うん、あれなんて言う味じゃあれも若干

本格視線ですねもうベロがねあれ本当痛くて食べられないねれがもうだからこれでさ次の日ケツ痛いのがよかったりするセットセットそこまで福流園で行ってみ一回南森町の僕そこをロケで行ったんかもしれんあっ眼鏡かけたおっちゃんもうなあよこじんまりした店やねんカウンターとテーブル2つ3つの多分そこですわスーパーマーボー豆腐の出すねん それですわこれ何言うてベロしびれたけどめっちゃこれ好きやわって思ったか辛さを追求する会みたいな人が5人ぐらい来ててこの業界の人でしたわもうあのもう意地なんねんおっちゃんももうとんでもないの出したるからイとか言ってみんな「辛いヒー」って言いながらものすごい喜んでんね俺それは無理ですって断ったけどいやだから僕はちょっと分かるんですよいけるかもしれん なんやろうね、その何と言われようとこの食べ方が僕はもう譲れない好きなんだとスッチーはもうそれだけはもう譲,、はいうん、譲れない譲れないだからそれをするのを家でやったら文句言われてもいいですよと例えばあの、はい、旦那さんが作った料理に対してむちゃくちゃな 調味料を足したら料理するときに一生懸命考えて作ってんのに味も身内から醤油かけたりとかするでしょライバーンとかけたりとか先に味を見て辛さが足りなかったらかけろとそれも多分んか割とマジな思い出たそれは僕ダメやと思うんですしないです僕もちっちゃい時おかんに怒られたじゃないですかちょっとかけすぎやそれもまあその時はしなかったんですもうそれがない自由じゃないかなよそでねご飯食べ

家でピザを取ったはやりますそれは自分が取ったワンピースとかツーピースだけにしてねはい自分の自分のゾーンゾーンだけにね自分のゾーンをぶわーかけますなるほど人は何と言おうとスッチーはこれだけはタバスコだけはこれはもう好きなだけやっぱりかけたいかけたいとだからこれに対してね例えばもうあの 料理そういうお店をやってる方からの意見でもいいですよ。作り手がどうのこうののこってあるかもしれないです、うんうん、まあ僕に賛成の人もおると思うし、うん、あと、ね、それぞれが、うん、私はこれをもうすごいかけますよという人もおると思うので、うんで、はい、ちょっとそういうメッセージがね店のね、うん、対象でねたまにほんまに頑固な人いるやろ。はい この食べ方やなないいとあかんみたそうなんですよそれは分からんねんねいっぺんカレー屋で僕ねトッピングでチーズと生卵言うたんですよまあ確かに辛さがかなり消えますよマイルドになるねでももう書いてあるんですよあるんですよトッピングとしてでチーズと生卵って言ったらチーズと生卵入れるかって言われたんですよ うわそれはどうかなみたいなえほんならチーズかっこ一緒に卵はやめてくださいとか一応主張を入れとってくれたら風味が損なわれるなれるよとか買い取ってくれたらええけどバーンこうなんか見下した感じでお前分かってへんなみたいな知らんやんと。 それやったら味わからんもんう,うち着ていらんでぐらい攻めたことを看板に書いてくれとそれせえへんくせに一応中入ってもう注文してからもうお金払わなダメじゃないですか、うん、その段階でうちはねそういう食べ方されたらねみたいなこと言うじゃないですか、うん、そうや <laughs> いや看板に書いとけよとそうやな、うんうん あの、それは気持ち作り手としての気持ちは尊重するけど、うん、そこまで押し付けられるのってね。うん、どうかなと思いますよね。趣味でせえよって思ってますよ。な、うんだ,っけだから。<laughs> えー、今日、皆さんからいただくメッセージ、まあ、とりあえず、何と言われようと、この食べ方が好きやねんっていう。はい、あなたの食べ方でもいいですし、まそっちさんの今の食べ方に対する。うん お考えのある方、はい、あの辛いのだけじゃなくてもいいですよ。これにこれまでチャンプですとか、ねあのマヨラーいらっしゃったりね。一時あ,あ,、ね、あの美味しんぼでみんな真似したのが、えー、鰹のたたきにマヨネーズをこう、は<ー>トロみたいな感じ、油の高い。はは僕はあのうちの家は必ずするんですが、うん、えっとあのそうめん,、うんうん、そうめんにキムチを入れます。 そうめんのつゆにキムチを入れてそうめんを掘り込んでそうめんでキムチを巻いて一緒に食べるああこれうまそうこれ合います美味しそうお酢入れてもいいですよそうめんつゆにいいですねさっぱり夏場ねそういえばうち納豆にタバスコ入れるわおい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 のねそんな給食があるんですどこの県やったかな えー、スタミナ納豆って言って納豆と鶏のミンチ炒めた鶏のミンチとまあ炒めてない納豆を混ぜてちょっとお砂糖入れるんですよ、えー、でタバスコ割とたっぷり入れてちょっとにんにく入れてあと何だったかな醤油ぐらいちょっと足して。 っていうなんかうまそう、メニューが給食であってすごい子供に人気やっていうのをなんかで見て、家でやってみようってやったらすごく美味しくって。うちタバスコ家に置いてなかったんですけど、それを作るためにタバスコを買って入れたら子供たちすごいそれスタミナ納豆また作って。それはご飯にかけるんです。ご飯おかずとしても一番ご飯にかけたらおいしい。わちょっとやってもうもう一回教えてくださいどこですか,か。納 <laughs> 豆材料は納豆で鶏ミンチをポロポロ。 ところに先に炒めます。ちょっと冷めたところに納豆と混ぜて、納豆から正確に砂糖ちょっと砂糖とだし醤油とタバスコをちょっと。そんな多くはないですか？タバスコいやでもまあまあ入れますよ。味が立ってくるためにはね。 ちょっっと一回やってみますよ、ね、<laughs> いいやああのまあそのことばかり言うてでもそれはだから皆さんの「この食べ方、はい、好きやねん」っていうのを教えてください,はい、はい、そしていつものコーナーもございます「怒りの投稿街中モンスターハンター」では皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています 人の食べ物にまでダマスコかける人 <laughs> それモンスターですね <laughs> それ見かけたら教えてください <laughs> そして山本社交クラブもあります、はい、あなたの恋も人から見たら羨ましい恋かもしれませんそうですね皆さんの恋の話を教えてくださいやるルながいいですね メッセージをご紹介した方にはどこでもほじれる大人の黒綿棒をプレゼントいたします。大好評。<laughs> どうですか。好 <laughs> 評でしたかあ。よかったよかったまだまだありますんでね、はい、お送りいたします。メールの方は山アットマーク m b s 一一七九ドットコム y a m a アットマーク m b s 一一七九ドット c o m ファックスは大阪066809の90906809の9090 90でお待ちしております山一1179でツイッターもありますのでそちらにもぜひ参加してください、はい、皆さんのメッセージお待ちしております怒りの投稿街中モンンスターハンターーハさあやってまいりましたモンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで。 現代の,世の中には様々なモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきますはい、うん、北海道根室市から北海道、はい、これはインターネットですかこの,この番組 YouTube でお聞きいただけるようになってまして、はい、え週明け月曜日が更新なんですけどちょっと来週はね ゴールデンウィークなんで水曜日とかになると思いますがぜひ広めていただいてー YouTube ですと別にねい,いつでも聞けますから時間を選んで寝る前一人でとか、ね、モンスターハンターもそうやし、はい、山本茶道さんもそうやったらもっとこう広がりを見せるかも分からへんよ。 北海道のね恋なんかもこうしてるかもしれませんよ。そうや岬のなちょっと横渡りで横。えっと行きが頂いてたどこでしたっけ？ネムですかね。この辺どこですよ。ネムロのマリッペさんが見つけたモンスターです。はい。特急列車に乗った時のことです。自分の指定されている座席を探していたら。 素足で前の座席に足を伸ばしている50代前半の女性がいましたえ<性>テーブルは畳んだ状態でしたが見た目なんか汚いなと感じました長距離列車で足を伸ばしたい気持ちは分かりますが靴は脱いでもさすがに素足はありえないと思いますもうねありえないほんまにありえないこういういのはは今ですけど昔 国鉄時代のハイウェイバスでよく東京大阪とか東京京都往復したんですよ、うん、でねあれ大体ね9時とか10時ぐらいに乗るんですね、うん、で翌朝の6時半ぐらいに東京駅着いたりするんですけど後ろの席の人が同じように靴下まで全部脱いで、うん、あの。 が窓ガラスのと前の僕が座ってる座席のシートの間の狭いところに両足を、ね、トントンとねトントンってのせんねん、はい、まあちょうどいい感じでハマるんですよねマ <laughs>、ね、んねんけどこれ前の人からしたらねんもうねこっちももうビール飲んでるからラ、はい、ブ酔っ払ってあと寝るだけやねんけど、はい、目さえたあかんあの匂いは。 うん、もういい加減にしてくれっていや何年前30年ぐらい前ですよ遠距離恋愛の頃ですか遠距離恋愛まあ仕事でも使いましたよ <laughs> そ, <laughs> そのねその言い方遠距離恋愛の頃ですか,ですか <laughs> いやもちろんお金ない時はね使ったんですよ結構使う人多かったと、はい、もう前になるんですよはい、はい、だから逃げ場がないの <laughs> <ー> <laughs> 隣が空いてりゃ隣の席に移動すんねんけど隣にもいるから、うん あの匂いは忘れないな30年経ってもいややでその触れた場所にまた触るのもね足で触りはったとこねそうでしょうねえ嫌やなそれ短時間でも嫌やけども朝までやでねう好きになるしかないですもんねその匂いをななられへんです無理や無理やそんなあれあの うちのマネージャーの妹さんが新幹線で帰る時によう見かける光景がサラリーマンで全部セッティングするらしいね靴脱いで靴下脱いだやつをちょっと脇の網のところに干して干して干すんだかけてで前のテーブルを倒して弁当を広げてで足は素足にしたままこうもちろん。 あぐらをかいて座席の上にガンってさあ前回を始めんね家帰ったわけちゃうんだよシーガシーガ言いながらねちょっとずつビール楽しみなんでしょうね今の楽しみはわかるけど晩酌はそこまでする靴下のいなそういうことをしたらやめましょうやめましょう 静岡からもいただいてる嬉しいねそういうの全国ネットのラジオみたいなミートショップ坂本に転職希望おい黒田本名えかげよ静岡まで行ってんの噂は広まってますねそれだけメッセンジャーでもだいぶ言うてるらしいねミートショップ坂本が見つけたモンスターです 私が勤めている薬屋さんによく来るおばちゃんのことです。5枚入りりのマスクやや小さめあります、ねはい、をレジに持ってきて「<laughs> このマスク大きさどうなってんの?」と言い会計も済んでいないのに勝手に開けて。 なんやこれやったら小さいわ <laughs> と言い開けたマスクをきれいにしまって元にあったところに戻して違う商品を買っていきました勝手に開けられたマスクはもちろん売ることはできません廃棄です普通そんなことしませんよねその神経わかるいやこれやったらあかんわっていうことはちょっとちょっと合わせてるそうです当ててるわけですからねあかんわやや小さめあっこちっちゃいわ <laughs> あえて、サンプルっていうのは置いてない。ね、置いてるとこもあります。形もいろいろじゃないですか。うんね、今。だから、一枚出して置いてあるとこもありますよね。うんうん、そうやねああ。そうしときゃったのですか。<ー>そのミートショップ。<う>セガモト <laughs> 職希望さん,望さんやったらね。はい。まあ、それも一つのアイディアやし。はい。あの。前、こんな話したっけ。下着って、どこまでこう。 下着っていうかどこまでこう試着すてる時期の話だけど試着な試着もあれやしはがきなんかやったら切れないじゃないですかはいたまに買ってきてメーカーによってね M とね L のね微妙なのがあるねわかりますわかりますあれどうしてんのみんな僕はもう任せます運を天にああの読めないんかな思っ違う違うよ運を天かいあの 僕背ちっちゃいんですけど、うん、結構腕太いんですよ<ー>だからもう一番あの服困るんですよはい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 だからあの例えば MS ではねちょっともうしんどいんですね、うん、あのガツッとなってるんで肩とか、はい、で M を買うんですけど、うん、その M も結構バラつきあるじゃないですかあるあるだからほんマにあの「うわしもた」っていうピタピタの時もあればあ<ー>ちょっとでかいやん しちょうどええなないんですよやろ僕ね結構胸板厚いじゃないですかそうするとこの胸板に合わせた服にすると着丈でシャツの場合は袖丈これ長くなっちゃうんで今度着丈袖丈があれが一番サイちっちゃいの買うともう胸のボタンがきつきついになっちゃうどうしたらええの <laughs> もうだからあつらえろと結果そうなってくるでしょシャツはねだからなんかそのあここの M は俺の M だぞという店を探すから、ね、早く見つけなきゃいけないけでもデザインとかいろいろね、えー、好きな出てくるじゃないですか一、はい、回あのトミーフィルフィガーからがありすか、ね、好きなんですよあの、はい、柄といい色合いがはっきりしてるし。 ただ外国のものもでしょう、はい、そして私が着るとタ板に合わせるともうね、うん、あれどのぐらい膝までっていうのは言わへんけど膝上ぐらいまで行くのわかりますわわかりますわ <laughs> 余ってしゃあないねこれチ違ータンちゃうのっていうぐらいのえっっていうのありますよねねえ何これ アメリカ人手長いやなって思いますよねそうやな手と銅長いなと思いますわそういや長いわうとか長いでしょよう見たらよう見たらアメリカの人んぎやなこれフットなんかそういうなんかジャストフィットの体の人って羨ましいねだからほんマに何にも考えんとパッと「あ僕 M やから」とかって。 買ってこれる人羨ましいですもんいだからもう通販とかでも普通に買えるはずなんですよ,よ、ね、僕ら、うん、えある程度合わすこともせずに、うん、よう買うなと,なともうほぼ爆知チア持ってますもん俺ももうそんな妙ん妖ねえ、うん、怖くてネットとかで服買うなんかもう知やチ <laughs> ようするわ思いますもん 割と普通なんですけど一昨日い T シャツを買おうと思って行って女性の場合 M は普通に M なんですけどあえて S を買ってちょっとピタッとするおしゃれまでどうしゃれますって言って着てみていいですよって言われたんですよああそうですかって言って来たんですよね M と S とほんで M にしようと思って一回着た S はどうなるんやろうあれってやっぱり一回着るとこう明らかに違うから普通に畳んであったのと。 一回来たものってなんかこのエスどうしあんねやろうと思いながら M を買って帰ったんですけどね今思ってますあのエスどうなのアイロンでもかけはんのかなアイロンかけたらちょっとは分からできたっていっても瞬間やからまあまあ備なは一瞬は一瞬ですけどね誰か来てるんです誰か買ってはるんですご機嫌で来てますよ私の買ったたややつつもも誰かかしれないでねそうですね 考えるとまうでもいいなフィットサイズまあま割と割とだからすごく標準っていうものに憧れますめっちゃ憧れるねめっちゃ憧れる標準ってええなと思う次いきます兵庫県高郡ののれんさんのれんさんからいただきました 私はセルフのガソリンスタンドをよく利用しているんですが、うん、たまにいるんですよねエンジンかけっぱなしで給油している人、うん、これ本当に危険だし怖いんでやめてほしいんですいっぺん痛い目に会えばいいと思うんですがそうなると大惨事だし何、ね、かいい方法はないもんでしょうかい,いやおるなあたまになんかね これ本当かどうかわかんないけど車によっては大丈夫ですよっていう車もあるんですってエンジンかけてても大丈夫ですよって今でも僕要せそれはんかねもし言われてもキーまで抜いてしまうなんか知らんけどあれなんでしょうねないよな絶対書かないようにんかね絶対書かないようにいや 全てがが事故には繋がらない僕ガソリンスタンドで働いてたんですけど<ー>あのエンジン切ってくださいって言っても,もう常連のもう結構あの大口のお客さんとかになるとあんまうるさく言うてもあれなので、うん、結構もう座ったままエンジンかけて、うん、ずっとやってたりするんですけど、うん、たまにそのね事故映像みたいな YouTube とかで見るとすごいことなってるじゃないですかすってにってってるやんか、うんうんうん、いやだから 力ちゃんとルール決めてほしいですけどね決めてほしいなエンジンはこういうのってほんまにすごい事故が起こらんと徹底しないじゃないですかだからちゃんとルールをちゃんとしてほしいエンジン切らな蓋開かへんぐらいになんかねしてしまうとかね何てんてエンジン切らんとこっちの給油のところ。それそれいいですけうんそれいいんですよ本当にできると思うよそういうのってそれしてほしいうんうん お前答えうめっちゃいい答え言わなくなそうよベストアンサーですかあそうじゃ皆さんトヨタマツダ皆さんね考えていただいてメーカーさんお願いします高石のアッパァッパーさんからいただいたモンスターです先日家族で美味しいと評判の某ラーメン店に初めて行きました入り口のところに食券の自動販売機があり 横に待つための腰掛けのようなスペースがあったのですがそのスペースにはすでにお客さんが並びずいぶん待っている様子人気店やから仕方ないかなと思ったけれど案内する店員さんはなかなか出てこず入り口の戸は閉めたまんまガラス越しに見える大将らしきおっさんと待ってる私と何度も目が合うんですが。うん 早くくすすするるよう指示することもなくトロトロやっています<ー>食券を買ってしまったのでやめるにやめられず30分以上待ってやっと入れてさらに10分「出てきたラーメンコクはないし麺も腰はないしスープはぬるいし <laughs> <ー>あげ句に夫がごちそうさんと言っているのに無視」店「店の人誰一人ありがとうございましたと言いませんでした」「あんな店二度と行くかい」と思いました。 どうかこの怒り晴らしてください。えっと、晴らしてあげましょう。もう終わります。すぐ潰れますよ、店は終わります。すぐ潰れます。ほんま。いろんな要素で、それは感じますね。そんな店は。いや、まず、その最後のね。和田さん。言ったのに対して。さない。ない。もうすぐ、だから、もう潰れたとこ。 見に行ってたたいんですよ「そう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 」「ちょっとまぁせや思たわ」言うて「閉店しました」っていうのを見て言うたったらいいんですよ。言うたったらけどあんまり大きい声で言うなよもう誰もいてへんのでその人何に向かって何を言ってんねん」っていやほんまねそのお客さん来たのを案内するののこう不手際というかね僕あの 店入っててお客さんの方が気づいあるあるいやもうお客さん来てるしあそこ空いてるしあそこ先片付けたらええのになんでそこ片付けてんねやろとかそれ今せなあかんかっていうことをしてる人おるんですよ店長やもうないやいや4人来てて2つ空いたカウンターをいませんでもそのテーブルの方先せえよとほんでもうやってたらやってたで一応声かけりゃあ 気いいてててくれはるわっじゃな「今片付けますからね」みたいな「すいませんちょっと待っとってください」すぐやりますんで」って言うたらええのに黙々とやっとるから「おい来てんぞ来てんぞこっちは」みたいなイライラするでしょはいはいはいほんまなんでわからんってやろと思ってもう経営のいろはですよ全てがだからもう僕も美味しくってもその中のポイントが低いところはいきません はい美味しくってもいかないです感じ悪い感じ悪いからいらっしゃいませ言えないありがとうございました言えないねもうあのせやのにべちゃ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 喋ってる店員同士待ってんのにお客さん待ってんのに急がないいうようなところはねもうイライラするからいかないんですでしょうしかもコクがないここはコクがないぬるいぬるいこれねまあぬるいからもういかないですけど僕めっちゃうまいカレー見つけたんですけど めっちゃ腹立つんですよ。めっちゃうまいです。あのね。まあ、あの、味はこの辛さしかありません。もう自信があるんですよ。ね、でも、言うてくれたら。ちょっと甘口にもできます。みたいなが、ちょっと書いてあるんです。よで、僕は甘口にするつもりはなかったんです。ただ、あ、できるんですね。って聞いただけなんですよ。できるよ。かなり不本意やけどね。どうすんの。 って言うんすよ何なんなんその言い方 <laughs> もうほぼ喧嘩腰越しですやんもう割とそんな店によう当たってる当たってるんですよ <laughs> マジかと思って食うたらめっちゃうまいんですよ <laughs> めっちゃうまくて後輩とうまいなー言うて <laughs> うでもまだ何個かあったんですようんそのやり取りの中でやり取りの中ではい<ー>、はい、もう何個かあってもうイラーっとして もう絶対こんとこなー言うて店出たんですけどちょっとしてからでも行っちゃまうかもな,ーみたいなおいスッチそれはな <laughs> さっき最前回の僕らの方やりとりの中で <laughs>、はい、ポリシーに反するやろそうで言ってたらただねただねうまいんですようまいんかい <laughs>、はい 気になるな。気になるな。食べてみたい。嫌な思いしてでも一回みたいな。嫌な思いすらしてみたいな。めっちゃすらしてみたいの。めっちゃそう。嫌よわ。カチンってくるタイプやカチンときますよ。いや僕あのねちょいいですかほんまねカウンターと奥テーブル二つぐらいあったんですよであのまあまあちょっと細かく言ったらバレるかやめとこうかまあ要は。 夜は夜でちょっと別の携帯の店してるとカレーショップでなんですけどお酒も出しますよみたいなで僕が入っていったらまあ奥のテーブル入ったから「いいですか?」って「いいよ」って言ったんで座ったんですねでカウンターに一人お客さんおったんですよでそのお客さんが帰ったらずっと大将首ひねってるんですよ「わからんわ」って「バーやっちゅうねん」って言うんですねで僕らに いやもうむちゃくちゃやでバーの看板出てたやろいきなり入ってきてなフードばっか頼むねでな「一人で来てんのに奥いいですか?」って言うよねだからもうカウンターして言うたんやけどな全部僕らのことも当てはまってるんですよ僕らもカレー食べてるフードやんなフード食べてんのやろまジか思ってほんで瓶ビールも頼んだんですけどまあ一本でええわ思って まあ、また頼む時に頼むじゃないですか、はい、で一本一本って言われて「いや一本です」って言ってほな、うん、持ってくる時にボンと置きながら「うん、すぐなくなるよ」って言うんですよ。<laughs> もうね「あんやねん」と俺はスチワール絶対行かへん俺も行かへん絶対行かへん思うでしょでもねめっちゃうまいんかうまいんかめっちゃうまいんですよめっちゃうまいはいだからね今ねちょっと空いてるんですようんってなってるんですでも行きたいけど腹立つからうんでも行くであろうでもうんみたいな今ちょっと我慢してるんですよ カレーのうまいって聞いたのは行ってみたいななるでしょなるなるけど余計なこと言いやなそいつ余計なこと言うんですよ俺絶対言い返しまうわハハいっぱいやなりのって言ってしまうんだよねいやもうでもねそれを超えるうまさはうまいだからそのおっさんいらんこと言わんかったらめっちゃはやると思うんですよこれは新しいですね潰れるかどうかはうん こうちょっっと見守ってみたいいだから僕ね,ねちょっと見守ってるんですよ<ー>これでいや多分ねあんな調子やったらどのお客さんにも言うてるんですよいらんこといいわねでも多分直らないんですよ <laughs> 治らないよそんなで,でもめちゃめちゃうまい<ー>どっちが勝つんやろう思って <laughs> やっぱうまさが変わって店続くのかめちゃめちゃうまいけどそんな接客してたら潰れちゃうのかだからちょっと今後が気になる店なんですえっとですね僕はちょっと長くもう終わりますよもう終わりますけどあのね店はせっかくのそれだけの腕があるんだから続いてほしいでもその差の鼻をパキンと消しよって「いらんこといいよ」をやめさせるっていうそのどうや作戦でみんなでいらんこと言わんようになったら。 もうなんかフォーム崩してカレーめっちゃまずい味にまでか影響するかこれまずいそうですね難しいけどなでもいらんことさえ言わへんかったらお前とこの店はもう抜群やのにっていうことを言いに行きますかもういやいや何だ行く気満々やろそういうのもうすぐ行ってみたいか聞きたいその生で その嫌味を聞いてみたい。嫌味、またちょうどええトーンなんですよ。嫌味言うためのトーンやなっていう。すぐなくなるけどな、腹立つな。なんで言われるんだ、ね、<laughs> 山広さんとの喧嘩も見てみたい <laughs>。どうしよう、常連になってたね。今 <laughs> のキーがあったりしてね。はい、ね。って <laughs> ああ、皆さんからどんどん、はいえー、お寄せいただきたいと思います。んそんなモンスターの情報、お待ちしております。<laughs> はい じゃあ1曲ここでねちょっとヒートアップしてしまいましたんでクールダウンしましょうかはいえこの方ももう春一番コンサートには常連でございますが有山淳二さんとそれから上田正樹さんお二人で「梅田から難波まで」。「山本社交クラブ さあやってまいりました夜も11時を回ります回ってますねええ感じの時間ですよこれ十一時半ですしかも明日からはゴールデンウィークの後半戦ですから4連休そうですねこのコーナーを聞いた後みんなどうするんでしょうねこれを聞いて聞いた後とどうするかもしかしたらなんかねこう背中押されてワッとこう あまりでも無謀なことはやめて <laughs> こんな時間からやって今考えてることはねあし考えましょうやる、うんはい、行動しましょう匿名特,特住所の女性の方からいただきました、はい、私は今30歳です、うん、4年前に秘密の関係を持ってしまった男性がいます 相手は当時働いていた職場の店長だった男性なんですが当時彼は新婚さんでした顔はかっこいい感じではなかったんですが仕事ができる彼がすごくかっこよく見え私は少しずつ恋心を持つようになっていました私が働き出して1年経った時彼が他の店舗へ移動することになりました 彼の最後の出勤の日ちょうど彼と私の2人が出勤だったので、うん、閉店後店の休憩室で近くのコンビニで買ったお酒を軽く飲みながら喋っていました、ね、その時ちょっと酔っていた私は「うん、私何とかさんのこと好きですよ」と言ってしまいました、うん、そしたら私と同じく少し酔っていた彼はすごく喜んでくれて「おいで」と言って手を広げてくれて<わ>そのままハグをしました。 その流れで、その後大人の関係を持ってしまいました。その日から彼に対する気持ちが高まってしまいました。当時私も彼氏がいて、 彼も新婚で子供も生まれたばっかりだったのですがあれから4年ちょっと経ちますが今でもその関係は続いていますお互い転職して今は会うこともかなり少なくはなりましたがたまに会うと大人の関係を持ってしまいます彼氏よりも相性が合うんです今まで30年間いろんな男性と経験してきましたが一番会いますだからお互い離れられなくて。 でも私は当時付き合っていた彼氏と今でも続いていて今年結婚も考えていますしたら彼との関係はきっぱり切ろうと思っていますが実際どうなるかは分かります、ね、いや分かりますよ,ますよあなた <laughs> それはこれまで何人の人がこの山本社交クラブに投稿していた <laughs>、うん、結婚したからってやめた人がたった人人もいましたかそんなそう 休憩室でそのままその流れでしょうねひょっとしてスッチその店の休憩室でそうですよええその流れでそのままそういう関係ということですかそういうことだね場所書いてとは書いてないもんまあ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 いやこれはいやかなり燃え上がったと思いますわそうですよねでお互いあいけないなというすごいよなでもこの人30歳でしょはい 比較的っていうかかなり若い人がやって来たんですね,ですね今回で結構続いてるんですね続いてるんですよ二十六の時からですから、うんうん、続きますよねでこれねやっぱりすごく相性合うんでしょうね書いてありましたけど、ねうん、それってね、うん、なかなか切れないですよ切れないですよ切れないですよそり 専門の方ですか、そういう。私が、私は別に専門の方ではないですけど。切れないですよ。私は違うんですけど。この、この特命希望さんのね、投稿その容姿は今見ながらね。でも、そのだって、答えわかってるもん。本人が一番。切れないですよ。これってね、本当は、あの、人間のこう、奥底にある動物の部分で。本能で、やっぱり、これ。 惹かれ合ううんんやと思うんですよたまに会ったらやっぱりそういう関係になってしまうっていうのは理性が勝つとやっぱりもう飽きませんよねってなるじゃないですか,、うん、だかそれを上回るもう体の相性、うん、これは切れないですよ、ね、相手の男の人がもうだから彼女結婚するっていうことでもうこの辺にしとこって言ったらまあ相手あってのことやから相手がもうその気なくなったら。 なくなりますけども、うん、まあ大概はそうはなります。な,な一瞬やめとこうってなるかもしれないですけど、何、うん、かの拍子にまたファって。やけぼっくりですね。<laughs> はい、<laughs> 本当に体の中のやけぼっくりさん出てきます、はい。だって結婚を考えてますっていうそこの冷静さがなんか怖いんですよね。そねだからその結婚する相手はその結婚するにいい何かがきっとあるんですよ、はい。あると。 でもそれはそいうそっちはそっちで幸せな結婚をしといてで彼の方も奥さんと仲良くしといてってもうこの30の時点でその計算ができているところが青写真描いてはりますからねだから店長さんがやっぱり結婚してる最大者やからもう結婚考えるんでしょうねもうどうにもならんやろうというなるほどそこはねそうですねそれでかいですねでかいですねでかいですわこの 店長さんが独身やったらそっち走るってことですからこれね独身やったらお互い独身やとここまで続かへんなのかな <laughs> なるほどお互い独身やと「はう結婚せえや、ー」ってこれお互い独身やと体の相性すごく合うけど、うん、例えばまあ付き合いましょうってなった時に、うん、なんかで喧嘩なった時にうん、うん、多分スパーンとこう「もうええわい!」ってなれると思うんですよ こう譲り合ってるというか一応遠慮し合ってる中じゃないですか<ー>だから程よいこの距離感を保ちつつカラーの相性抜群、うんうん、これが切れるわけがないないんですでその距離感は、はいえっと、縮まることもないし、はい、広がることもないずっとレールみたいにずっと同じ感覚でずっといくわけやから <laughs> 続きます <laughs> 断言 続きますもうそれより先にあのカレー屋が潰れますはい思いますどっちが先かと言われればこっちが続くこっちは続きますわ一回カレー食べに行ってみてくださいもう訳分からない二ね人で行って中越子言われてねうん歳かどうしうん若いのにやるなと思ってやるようるうん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  次の方でございますが寝屋川市の「超恥ずかしい」という51歳のおっさんですと書いてある方ですおっさんかいな超恥ずかしい <laughs> 自分の年齢が上がっていくと可愛いと思える女性の年齢が、まあ、具体的に何歳とは決まっていないんですが若い時よりも少しずつ上がってきているのは確かだと思います。確かに 悩みというか疑問なんですが、うん、この女性の年齢は上限何歳でストップするのかということです <laughs> 自分が55歳になった時に53歳の女性をたまらなく可愛いとは申し訳ないけど思わないのではないでしょうか山宏さんはこのことについて考えてみたことはありませんか、えっと、もも、ちろん考えてみたことありますでも 二つ言えるのが、うん、その一、うん、その一はこの山本社交クラブで六十代とか七十代で投稿してきはる方々がいるでしょう。はい、で、その人のまあ相手もさほど年齢変わらないと。はい、つまりそういう対象なんですよ。はい、ね。というん、ってことは、えー、おそらくは六十七十になってもその年齢が上が相手の女の人の、えー、年齢も上がった。 そのまあ比例してかわいいと思えるようになるんだろうというこれは推測です2つ目はあなたは51歳僕は52歳わかるかそんなもんまだそんなもんその先見たこともないのにでも多分今までの経験からこのコーナーやっててよかったですねこのコーーナをやった経験からいくと の可いいと思える女性の年齢は上がるんだろうと思います絶対上がる思いますはいいつまでも25が好きってことじゃないってことないですねなんやったら25っていうのは若い年齢っていうのはだんだん切り離されてロケットみたいに切り離されていこっちの方が離れていきます離れてきますこれがごくごく自然や思いますもう僕とはちょっと別世界だよっていうトントンって思わなくなりますもんそうですよね 年齢いっても、まあ、ほんまにめちゃめちゃ綺麗な人おるじゃないですか、うん、でちょっとそのね、うん、美容のもんもすごく良くなってきてるし一昔前の50歳と今の50歳ってああ全然ちゃうんちゃいます、ね、格段に今切れないですかみんなそうですね もう10年後には多分六60代もすごい綺麗な人い,っぱいおるパワールドですそれ今スッチの目線は、はい、年下からでも塾女が好きって言うてる、はい、そういう対象で見てるんですよ塾女が好きまあこの間もねどっかでこれ熱く誰かと話したと思うんですけど <laughs> どこで話したのあの適度なくたびれ感がいいよねっていう塾女の好きな方多いじゃないですかそれ関係なくめっちゃ綺麗な人もおるし、うん、あとその年齢いってても 可愛い女性ってやっぱ可愛く。ちょっとした仕草、うん、行動、うん、可愛い人って。ちょっと年齢を感じさせないというか、もうも、あ<ー>ただ、ただ、女の子なんですよ。その通り。ってなったら、僕は。いくつになっても、多分、それって可愛い。それはね、今その年で、それ言えるっていうのは、ね。はい、あの、スッチは先回りして、それ見れてるんですよ。あ、そうなんですかね。うん。では、もう、いくつになっても。女の子。 ええなと思いますねなん <laughs> じゃそれなん <laughs> <の>やね女の子ええー、なーって女の子えよよくないですかほんま女の子ええー、なー思うんですようん、うん、たまらんわその場合の女の子っていうのは範囲広いのもう広いです<ー>みんな女の子ですよだからそれをどのタイミングで出すかだけですよ基本皆さんそんなね大人になってきた出さないですけど、ええ やっぱり親密になると出してくるしちょっとした時にポロッと出しはる人いるじゃないですかいるねそこがたまらんたまらんたまらんいいと思いますね女の子はいつまでたってだからそういう魅力がみんなあるんですよいいじゃないですかだから超恥ずかしいさんこれで分かっていただけるか希望を持って生きていけるとなんぼでもいつまでもね希望あなた51でねそんなこと言うてたらどないすんの どいかんと攻めきやで今から50過ぎてねえいやいやいっぱい乾いていてますよ70ぐずで登してきた人からしたら全然ひよっこなんだから僕らはそうですよもうねえんぼでもいかんとそうです何をビビっとんねんっていう話ですよ何かあったんですかねでしかも超恥ずかしい解決しましたでしょうか解決してほしいな 哀愁のセールスマンさん55歳の方からいただきました妻とセックスレスになって2年経過しました、うん、単身赴任時代44歳から50歳までは少なくとも月に2回ぐらいありましたがある日をきっかけに遠ざかりましたそのある日は妻の言葉でした「<え>他に考えることないの?」「もうしたくない?」特に 他に考えることはないのと言われた時にはショックで真剣に悩みましたそれ以来私も意地になり妻には指一本触れず時には自分で慰めることもしかしある女性との出会いで私の夜の生活は180度変わりました相手の女性はよく通っていた本屋さんの店長さんです 読書好きの私は時間を見つけては本屋通いをしている間に言葉を交わすようにふとしたきっかけで食事をご一緒することになり本の話が共通しお酒も進みました気が付くと2軒目のバーで彼女の膝に手を置いていましたその夜はそれ以上何もありませんでしたが開いたページは「 第二章に行くまで時間はかかり何を言う, <laughs> 言うんだ、たらいいかと言うな。一回開くとね。<laughs> 神戸にドライブ。海を眺めながら初めて触れた唇。うんうん、二人の物語は先に進み、気づくとお互い自然に体を重ねていました。うん、大好きな本の話をしながら、 しおりは不要の関係を重ねて2年目にお互いの気持ち以上に体が離れない話したくない体になっていましたお互いに家庭もあり許されない不倫関係ではありますが肉体を何の締め付けもなく解放するプレーに2人は会うたびに貪さぼり合っています世間から見ればいい年をして何をしているのかと非難されるでしょうが 若い頃見たマーロンブランド主演のラスト単語インパリのような関係を現在も続けています大声 <laughs> を重ねている時もスマホで連絡を取っている時も あかんは私たちそんなセリフの連続ですが2人のストーリーはなかなか最終章にたどり着きませんきっと終わりにしたくないと思っている2人です、えー、山宏さん<え>割り切った関係とよく耳にしますが、えー、るある意味私たちは割り切った大人の社交を楽しんでいるのかもしれません、うん、セックスレスフリンシティこれが私の現在のライフスタイルです <laughs> 山さん分かっているけど終わらせたくないことが世の中にはあるのですね, <laughs> そ,ですねそれをこの年になって知りました。<laughs> はい 男も肺になるまでいつまでも男でありたいものですよう語るな愛心のセルスマンよもう終わりかな語るなそっから同じくらいあったわ奥さんに他にも考えることないのって言われたところまではものすごく僕も同情したしねこの子ってそういうね一言でなんじゃおいそっからがメインストーリーやん 開いたページはねまだなかなか最終章は2巻かだったなかなか投稿するところ違うん違うすごいねいやいやいいなこんなに盛り上がれるいやめちゃめちゃ合うんでしょうね合うんでしょうでお互いがそのもうこれ言うたら恥ずかしいとかもないぐらいもうお互いがお互いを求め合うだんだんそれがエスカレートしてってる違いますか いやうん、こういう場合は、うん、例えばその奥さん「うん、もう他に考えることないの?」って言った奥さんは、うん、この哀愁のセールスマンが今本屋の店長とそういう関係になってることを知った場合に、うん、なんて言うんてうやろかこれややこしいでしょうねその興味ない感じで言うはったけど、うんうん、いざよそでそうなってるってなったらそれは。 めちゃめちゃ怒るんちゃいますそれはまた別なんやでもそれがきっかけですよね哀愁のセールスマンからすると結局はね最初のねはいいや怖いなね。何かがこう終わる瞬間と何かが始まる瞬間がね今見えましたけど出すあのなその 哀愁のセールスマンはしてることは褒められないか知らんけど、うん、きっかけはその奥さんの一言でしょうでだってそれがなければ月に2回ぐらい、うん、45から50の,にの間にまあまあ僕としてはすごいコンスタントに月に回ってそうです、ね、あそうです,、ね、すごいいい関係やなって思いましたけどそこでだから。 奥さんからしたら苦痛やったんですかねかもしれんけどもうちょっと言いようがあったん違うかな他に考えることないのね言われたらなずっと我慢してたんじゃないですかずっと言いたいけども奥さんあまりだから好きじゃなかったんだやったと思いますやったからだから体の相性はそんなに合わなかったでそんな時にもうバチう趣味も合うわ体も合うわってなったらそら離れませんもこれそやな それはまあもうしょうがないところに来たんですねあ奥さんもだからその点だけが嫌だったのかもう全体的に聞心が離れてるのかにも分それやったらもうめっちゃショックやででもそれなあだからスタイルが合わなかったんですよね<ー>この方の。 だからしばらくはこんなに帰ってきてはるし今はすごく楽しまはったらいいと思います思い切って大人の綿棒その本屋の店長さんの分も一緒に送って送おきますんでいや今週もいいねいや皆さんなんかすごいパートナーを見つけてきますねそうですねいろんな転がり方ありますねこれってだからどっかでひかれを。 そうですよね、うん、会うべくしておうてんのかな巡り合ってますよねこういうのは何色の糸っていうやろうな <laughs> ピンク色じゃいますピンク色だからやっぱりピンクかピンクや思いますよ本屋さん通ってみるもんですもんね <laughs> 通ってみるもんですよこれかあの会話を交わしてみるもんですよほかにもピンクの糸でつながれてる人がいればまた来週以降どんどんお寄せいただきたいと思います以上山本社交クラブでしたねえー 意外と周り多いかもしれませんねっていう話をしてたんですけどね会社の中にもえこの2人付き合ってたって結構みんながそういうふうに見えてくるなねさあ気持ちを切り替えまして「誰が何と言おうとこの食べ方が好きやねん」というメッセージやっぱ皆さんいろいろあるんですねし豊中市の永遠の貯金ゼロさん スッチーさんのタバスコの話 <laughs> 僕もその毛があります<い>ファミレスでピザやパスタを食べる時は水たまりのようにタバスコをかける,かるタバスコ以外でも牛丼を食べる時は紅生姜をてんこ盛りのせますあ一緒や <laughs> 僕あのいっぺん穴掘ってうずめてから隠してさらに山盛りにするえちょっと待てよそんなんしたら。 も紅しょうがだらけやんかもう紅しょうが食べたいんかなって思うようになってきました <laughs> 紅しょうが食えよ<ー>それやったら <laughs> いや紅しょうがが食べたいからそのついでなんかもしれんと思いますん、えー、一緒ですね備え付けの満タンの紅しょうががなくなるぐらいの勢いでのせては食べの、うん、せては食べしていますうまいちなみにうちの母もうどんは地獄うどんになるぐらい七味を入れ醤油ラーメンは豚骨ラーメンになるぐらい胡椒を入れます 僕こ僕胡椒重い胡椒最近好き多いたくさんいるこしううまい胡椒ううまいけどそれこそさもうこし胡椒の味になる役割の醤油ラーメンがどっか行ってしまいます胡椒メインですだからそれやった豚骨も鶏ガラ醤油もみんな同じように胡椒がっかってまうよ よろしいやんか。そうやな。そういう話や。ったね、すごい胡食べたかっ兵庫県の金魚さんです。うちはハンバーグもラーメンもすだちを絞ってかけます。柚子よりも爽やかでレモンより酸っぱくないです。すごく重宝して美味しいですよ。これいいかもね。この子のこのヘルシーなすだちいいですね。ラーメンにも。ラーメンにも。あの、えっと。

ええ譲らないの？氷入れるとすごく美味しく感じます。喉越しもよくなりますよ。結構いらっしゃいますよね。これね聞いたことある。とてその場合はね冷やさないんですか？いやあの冷えてると思いますよ。冷えたビールでなおかつ氷入れて飲むわけ。ああさらにじゃキンキンになるわけ。キンキンが続く。いろんなだから飲み方があの水っぽくならないの？ なならいいいちゃますすかずっと置てたでけど若い緑師匠は常温のビールしか飲まないですあのね僕ね常温とまでいかないんですけどあんまり冷やすぎたらダメなんですよダメなんですかビールが全部同じような感じになっちまうだからちょっと冷えたぐらいでいいんですちょい冷えちょい冷えはあみんないろいろある好みがね宝塚市の師匠に憧れてさんです 僕のこだわり袋麺のラーメンの食べ方です、はい、普通鍋で麺をほぐしてスープの素を入れて丼に入れて食べる方が多いと思うんですが、うん、僕は鍋のまま食べるのが大好きです<ー>小池さんのラーメンを食べるシーンを見て以来、うん、袋麺は43歳になった今もその食べ方でしか食べられません丼、うん、に移すとなんかなえるんです、うん それ憧れてやったことあるんですよあええなと思ってでも結果続かなかったですねどういうこと言っても作った鍋のまま食べるままをテーブル持ってに足突っ込むんですよスープはどうやって飲むんやそれもレンゲ使うしかないんでしょうねでまあ鍋鍋ごとこうの熱いでだけどすんですんな後半なったらまあちょっとのぐらいには冷めてるけどラーメンというのはですよ あの熱々の時にちょっと熱いんやけどちょっとスー,あのスープがいいじゃない、うん、そ,それは連携できたから連もうだからそれよりもその鍋で食べてるというこれがもう美味しいっていう脳に陰謀されてしまってるの、うん、そ,それ分かるわけちょっと分かりますあやってみようなんか一人の時にお行儀悪いことをしてみたくなる憧れみたいなのちょっとありますよね、うん、あ,あるねそれは だから行儀悪いのがうまいみたいなそう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 鍋のまんま食べるっていう人はどのぐらいいますサブの方で一人もいてんよ基本は多分入れます皆さんうんそれ分かってるよまあ言うてもべにくらラーメン鉢にでしょそう面倒くさいからする人もいるけどあれがええねんっていう人も多分いらっしゃいますそうなんや スッチー割ると共感できる人、目にめっちゃい、ね、多いですわ。次の方はどうでしょう。神戸市のお茶しましょうさんです。はい、お好み焼きに粉カツオたっぷりかけます。うん、粉カツオを食べてるんかと言われるぐらい。上等のやつじゃない方がええんです。花カツオじゃなくて粉カツオがいいんです。えっと、もう本当僕はごめんなさい。花カツオ派なんで。<laughs> えっとちょっとそれも粉カツオがわからないんですけどちょっとチャリッとした感じでじゃああれですかねある程度存在感ってことは何ミリかぐらいが一面茶色くなるぐらいがここへ来て完全に共感できへんのきましたあ来ましたこれはダメです僕粉カツオどころかも花カツオも無理ですあちょっと待って青のりも青のりも僕ダメなんですえだってだってだってオムライスには マヨネーズケチャップソースでタバスコそうんかもうほとんど粉もんお好み焼きみたいじゃないですかでもお好み焼きにはマヨネーズかけれるじゃないですか溶けるよソースもかけれるじゃないですかタバスコかけたことないなでもかけようったらかけれるじゃないむしろお好みにタバスコは合うと思うね合いますかね合うと思うあいやってみよう割とほら生地の部分って そのものはタンパクやん。そうですね。でタバスコは合うしソースと合うし。合いますよね。うん。相性はね。相性が。ただもう僕鰆とか合うのダメな。花鰆がダメ。僕たこ焼きでもあいらないですって言います。粉も花も。はい。で青のりもいらない。青のりも。はい。へー。 この味込みですけどね、お好み焼きとたこ焼きはね。あ、まあ、だから、これは、だから、何の発展性もないや。みんなの目。発展。そうそ私はこうやっていうだけなんで変わってんな、で、終わりや、終わりです、これは。でも、その粉かつを相当入れるっていうのは。ど、どんな感触なの。ちょっとじゃりっとする感じですけど、でも、出汁の味みたいなのは聞きますよね。そう、なるほどね。はい。 一回やってみようかなじゃあ。ちょっと多めに。そこまで言うんだったら。美味しいですよ。ジャリッと感楽しむのは僕はあのつけにあの味の素ばばっとかけてまだ溶けずに醤油かけるんですよ醤油もでちょっとジャリッとしながら食べるの好きです。これはおじいちゃんがやってたのを見て。 いつかやりたいなって思ってて大人になってからやりだしたんです、うん、じゃりっとその多分その感覚ちゃいますかねわ、はい、かるわかるあれ美味しいことは美味しい,味しい、ね、ただもうその味に慣れてしまうと、はい ちょっっとわからんようになってまそうですねだから常にはやらないんですよ、うん、僕がよく行くうどん屋さんにはポンと味の素置いてあってで漬物が絶対出てくるんですよ、うん、その時はもう必ずやるって、うん、あったらかけてまうんい<ー>なるほどね、うん、いろいろやなこうやって見ていくと枚、はいね、方市の小林裕次郎さんラジオネームですよ <laughs> です生卵かけご飯醤油をかけるのが普通でしょうが、はい ソースをかけます。えー、来たなこれ来たよ、はい。子供の頃からです。<ー>お前そんなんを食べるなと言われますが、ほっといてんかです。なんやろこれだから。卵かけご飯ソース。え、ただし、これはね、やってみないと本当わかんない。わかんないですよね。わか,かんないですね。ねすね目玉焼きはなんですか。そこなよ。それも意見分かれるでしょ <laughs> 分かれる。ソースですか。醤油ですか。で,すかでも あれは、どっち転んでも、一応いけんことない、ねうん。ないやんか。ですよね。うん、だから、生卵かけご飯もん。ご飯が絡むと、どうなるか、うん。そうなんです。でも、ソースと、ご飯の相性は悪くないよね。い,ねうん、いけんのちゃう。いけん。だから、日本の朝ごはんって表もうから。合わんのちゃうんと思いますけど。うんうん、ただただ、ライスって思ったら。合うやろうなって。 わかるわかる大丈夫ね朝ごはんってどっちか言ったら醤油のあのね香りといいねうんうんうんそれが合うね朝ごはんってでもそうやなソースになると朝からえってなんねんけどライスやあれははいライスですよ西洋のもんだと思ってやっちゃえば合うかもしれんやらんだけでどっちなん目玉焼きは

え、そんなんかけへんいや俺がかけんねんそうやかけてって言ってへんねんそっといてやってやつ肉まんソースはちょっと考えられへんなうんでもあのだからこの卵かけご飯にソース同じで一回やってみてって話やでこう1個ね割ってちょっとつけてやってみて。 合わないことはないんです<ー>これ自分がかっこええなと思ってる人がちょっと変わった食べ方パンパンってやってうまいって言ってんの見たらもうそれハマりますよああかっこいいなと思っている人がええそ,それ以外は何やってるのかです <laughs> 思うわけやろ <laughs> そですじゃあクジラベーコンはソソース、うん、ソーススももわかるで生姜をおろして、うん 醤油で僕お父ちゃんがソースで食べてんのをちっちゃい時見てた昔の人は大体ソースやね好きですね好きやねあれとビールで具志堅さんの試合見てたのでなんでそこまで特化すんねんテレビが浮かんだなそこがポンとあそうお父ちゃんのことかっこいいと思ってんねんら好きです結構影響受けてるわけですよまあいろんな楽しみ方は人それぞれでいいんじゃないでしょうか いやー今日もあっという間に1時間30分を過ぎましてわり、はいね、と中身の濃い1時間30分だったんじゃないかなというふうに思いま食べてみたいもんできたな今日、ね、また来週金曜日の夜も、はい、こんな食べ方あるよ <laughs> 続くんですか <laughs> またお会いしましょうさようならさようなら お疲れさまでした今日もいろんな投稿をいただきまして本当トかったですね濃かったですねこれあの山本社交クラブの中のあの30歳の女性の方じゃない一番ねね初めて若い方がそうなんですよ若い人から頂いてるのでこれはちょっと今までにない傾向だ若手の参戦ありがたいですねありがたいですね二十20代30代の気持ちを知りたいですもんね知りたいですから年間 店長さんと、はい、えー、そういう関係で、うん、今年は結婚も考えるのに彼氏はいるのに、えーうん、でもその店長さんとは続きますよ間違いなく続くと思います、はい、これは。 相性も非常にいいということですけどもなかなか30三十で相性がいっぱ言えるのはすごいなそうなんです合ってると思ってるか知らんけどまだまだ合うこともあってそれやまだまだ深い部分っていうのはあるすか向こうにはもうすごいやついてますよバシーと合うやつ絶対来ますよそうですねこの匿名希望の30歳の女性の方上には上がいます <laughs> これかかららだどんな出会いがあるか知りませんけどね、えー、まだまだそんな自分にはもうこの人が一番合うなんて、うん、まだまだそんな言えるような年じゃないと思いますんで、ね、いやでもそんなんもういっそ出会わない方が幸せってことないですか <laughs> いや<ー>その世界も見てしまわない方がよくないですか,かそうですか <S, S や思てた人間が M に変わるぐらいの出会いもありますから <laughs>、はいえっと、僕持論です、はい、えっとこの振り子の理論で <S,、はい、<S, えっと S って言ってる人はこの幅の分だけ M です、はい おおなるほど。僕そう思います。ここまで言ってたらこっちも。こっちもあるやつ。ドエスはドエムでもあります。おお僕の感覚です。申し訳ないですこれ。僕がじゃん僕がっていうよりは僕が見てきてあんまりエス系のない人はエム系もあんまりないです。もう単パクなんです。単パク単パクなんです。でいやこんなもうそんなエムなんてエムなんて俺らも攻める方やってるのは今日も出てます。攻方ありますよね。えおどこな あるいはまあエスデンもそうですけど、うん、深いんですよ。深い。ね、深いんです。うん、世界広いですから。ね。若い人もどんどん入ってきて、はい、一緒に勉強しましょう。はい、<laughs> お茶に教えてあげるよ。<laughs> <laughs> 勉強しましょう。<laughs>